土曜日は雨風が強まり荒れた天気となるところもありそうですね。そうですね、寒冷前線の通過によりまして全国の広い範囲で荒れた天気となる恐れがあります、はい、19日の天気図を見ていきましょう。19日は北海道オホーツク海から前線が通過していきます。この前線の南側ですね、ここ数日30度以上の暑さをもたらしたような夏の終わり頃の暖かな空気がある一方で、この前線の北側には早くも初冬の空気が流れ込むということになりますので、夏とも冬、秋ではなくて冬がせめぎ合うような状況となって、前線の活動が活発になります。またこの前線の東側の高気圧、そして西側の高気圧ともに勢力が強いことで、この低気圧や前線と高気圧の間で気圧差が大きくなるため、風も強く吹くというところが大きな特徴になります。前線による雨の予想から見ていきますと、19日の朝の時点、特に北海道、活発な雨雲が通過して雨の強まるところがあります。また九州ですとか中国地方の日本海側でも雨の降るところが出てきそうですね。前線の南下によりまして、午前中は日本海側が中心、そして午後にかけては太平洋側でも雨の降るところが多く、前線が通過するタイミングでは一時的に雨が強まったり、雷や突風、雹などを伴う心配というのがあります。広い範囲での雨に要注意となりそうです。そしてそれ以上に警戒が必要なのが風ですね。朝の6時の時点、前線がこの時点ではまだ日本海にありまして、この前線の通過前は南寄りの風、これは特に北海道の太平洋側で強く吹きます。そして前線が通過していくと、今度は北寄りの風に急速に変わっていくということになります。この北寄りの風は非常に強く、北海道から九州にかけての広い範囲、オレンジ色の15メートル前後から赤色の20メートル前後といった強風が吹き荒れるような形になる見通しです。さらに前線が離れていきますと、日本海側だけではなくて太平洋側でも風の強まるところが出てくるというふうに見ております。雨に加えまして、こういった風によりまして横殴りの雨ということにもなりますし、この風によって交通機関が乱れるなどの影響というのが出てくる心配というのがあります。週末ということで移動される方いらっしゃるかもしれませんけれども、最新の気象情報や交通情報の確認が必要になっていきそうです。はい、そうですね、土曜日ということで外出予定されている方もいらっしゃるかと思いますが、荒れた天気となる恐れがありますので、随時最新の動向をご確認ください。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからご確認いただけます。